クンバヤラ。クンバヤラは、ギニアビサウ共和国の元大統領、2000年2月17日から、軍事クーデターで失脚する2003年9月14日まで、大統領に就任。バランタ族出身のカトリック教徒だったが、2008年にイスラム教に改宗し、マハミド・ヤラ・エンバロと改名した。1953年5月15日に、カシェウ州ブラの農家に生まれる。10代の時にギニアカーボベルデ独立アフリカ党の活動家となる。PAIGC はポルトガル領ギニアのポルトガル植民地支配からの独立を求めていた。ヤラはポルトガル、リスボンのカトリック大学で神学を学び、後に哲学を学んだ。ビサウで法学を専攻した。ポルトガル語、クレオール語、スペイン語、フランス語、英語を話し、さらにラテン語、ギリシア語、ヘブライ語を読むことができる。卒業後、哲学の教師として教鞭を取った。ヤラは1977年にモスクワで行われたロシア革命70周年式典への代表団の長を務めた。しかし、彼はより民主的な改革を求めたため、1978年に PAIGC から追放された。1991年3月、ラファエル・バルボザの下で社会民主戦線の設立に携わった。1992年に FDS を脱退し、社会革新党を設立した。1994年7月3日、ギニア・ビサウで初の複数政党制による大統領選挙が行われた。PAIGC の現職大統領のジョアン・ビエラが 46.20% を得票し、ヤラは 21.88% の得票率で次点であったが、過半数を獲得した候補者がいなかったために、8月7日に第二次投票が行われ、4% の得票率差、52.02% 対 47.98% でビエラが当選した。選挙監視団は、この投票結果を公正なものと認定したが、ヤラは選挙結果を不服として提訴した。最高裁判所は、ヤラの提訴を棄却し、選挙結果を認めた。8月20日にヤラは選挙結果を認めたが、PRS は政府に不参加を宣言した。内戦が勃発し、ビエラが国外亡命した後、1999年11月28日に大統領選挙が実施された。一次投票でヤラは 38.31% を得票し、23.37% で2位のマラム・バカイサニャ候補を下して1位であった。2000年1月16日の決選投票で 72% の得票で当選し、2月17日にギニアビサウ共和国大統領に就任した。クンバヤラが大統領に就任した後も、実態はアンスマネマネが実権を握る。軍事政権であった。この政府は大臣及び政府高官による搾取と貧弱な金融政策に特徴づけられ、世界銀行や国際通貨基金による援助を差し止められた。ビサウ市では停電、断水が頻発して物価上昇が進み、クレオール語でルズカテム、イヤグカテム、アロスストコロと歌われるラップソングが流行した。共に、ビエラ前大統領を失脚へと追いやった、反乱軍の指導者であったアンスマネ・マネ将軍との関係は悪化し、マネは2000年の11月に数人の将校の昇進を予定していたが、ヤラの示した昇進者リストは、事前にマネと合意したものとは異なるとした。ヤラによる昇進人事の撤回と、ベリッシモ・コレエア・セアブラ将軍の復職を求めて、マネは軍を掌握すると宣言した。戦闘が勃発し、11月30日にマネは政府軍により殺害された。ヤラは2001年に議会にて承認された新憲法を拒否することも交付することもしなかった。2001年12月にヤラ政府はクーデター計画を未然に防いだと主張、対抗勢力は計画の存在を疑問視した。2002年6月にギニアビサウの反乱を助長しているとして、ガンビア共和国を告発。ガンビアの外相はこれを否定。ヤラはガンビアに対する軍事威嚇をも言った。さらにヤラは国内の対立組織の活動からを政府の転覆を企てたと告発して、投獄死した。2002年11月に議会を解散。マリオ・ピレスを暫定首相に指名し、2003年2月に選挙を早期に行うことを求めた。最初は4月に予定されていた選挙は7月へ、そして10月へと幾度も延期された。屋良が権力を保持するために選挙規定の改ざんをしているとの疑惑が広がった。2003年9月12日に選挙管理委員会は、議会選挙予定日の10月12日までに有権者登録を完了することが不可能であると発表した。これに、経済不振、政情不安さらに給料未払いの兵士の不満など、変わり、9月14日に無血クーデターが起こった。屋良は逮捕され、自宅監禁となった。クーデターの指導者であるベリッシモ・コレーア・セアブラは、政権掌握の正当化として、屋良政府の無資格とみなした。屋良は9月17日に公式に辞職を発表し、5年間の政治参加禁止に合意した。9月終わりには、エンリケ・ロザ主導の文民による暫定政権が発足した。2004年3月8日に次の議会選挙を前にして、屋良は自宅監禁から解放された。3月28日の選挙では、PRS は100議席中35議席を獲得し、議会において PAIGC に続く第2の政党となった。屋良は公式には5年間の政治活動が禁止されていたが、2005年3月、屋良は6月19日に予定されている大統領選挙の PRS から候補に選ばれた。最高裁は2005年5月に屋良の立候補資格を認め、その後5月15日に大統領辞任の撤回、任期終了まで職を再開すると宣言した。この宣言により国内の政治的緊張が高まったが、それほどの緊急事態には至らなかった。2日後には一部の屋良支持者たちの集会が行われ、警察が催涙ガスを用いて解散させた。5月の終わりには軍の発表によれば、屋良は武装集団によって、約4時間大統領公邸を占有した。公式の発表では、6月19日の投票で、屋良は 25% の得票率で、マラムバカイサニャ候補、ジョアン・ビエラ候補に次いで3位で、二次投票の参加資格を得ることはできなかった。屋良は、実際には、約 38% を得票して首位であり、選挙結果は不正であると主張、現在でも自分が勝ったと主張してはいるが、平和と民主主義を優先するとして選挙結果を認めた。選挙結果の発表後、少なくとも4人の屋良支持者が警察との衝突により死亡したと伝えられている。7月の初め、屋良は二次投票においてビエイラ候補を支持することを表明。7月24日の投票ではビエイラが当選した。2009年の大統領選挙にも出馬したが、決選投票の末、マラムバカイサニャに敗れた。2012年1月にマラムバカイサニャ大統領が現職のまま急逝し、これに伴う大統領選挙に出馬したが3月の第1回投票では、得票率は 23.36% にとどまり、前首相のカルロス・ゴメス・ジュニオルの得票率 48.97% に大きく水をあけられた。屋良は選挙不正があったと主張。4月29日の決選投票をボイコットすると表明した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。